不思議な不思議な池袋、東が西部で西東部、高くそびえるサンシャイン。ビッグ、ビッグビッグ、ビッグカメラ。お、ビッグカメラの CM ソングか。甘いはマリサ、正確には池袋本店の歌よ。ビッグカメラは各店舗ごとに歌があるの。それはお見それしました。ところで、ビッグカメラの純利益が 47% 減少してるって知ってるか？約半分じゃん。コロちゃん化が明けてインバウンドは回復。だが、一部新製品の発売が遅れ、新事業の宅配水サービスは赤字になった。ビッグカメラは今後どうなるの？今回は、ビッグカメラ純利益 47% 減少の真相に迫っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。株式会社ビッグカメラは、言わずと知れた大手家電量販店だ。ビッグカメラじゃなくてビッグカメラ、間違えて覚えている人も多いかも。確かに、つい間違えそうになるよな。1968年、群馬県高崎市にて創業、10年後の1978年に池袋に進出した。さっき CM ソングを披露させてもらったけど、本店は池袋にあるのよね。ビッグカメラという社名の通り、創業当初はカメラを専門に取り扱っていたが、その後、家電やパソコンなどの販売を開始、今では多種多様な商品を取り扱っている。ビッグカメラって品揃えすごいもんな。パソコンの販売については、1994年、株式会社ビッグパソコン館を設立。その後、パソコン販売の下落を受けて、2003年にビッグカメラ本体に吸収合併した。もともと、ビッグパソコン館ってのがあったのか。ビッグカメラって有名企業だけど、店舗数はどれくらいあるのかしら？2021年3月時点で、17都道府県に45店舗、さらに、エアビッグカメラは7店舗だ。エアビッグカメラ？2016年4月、ビッグカメラと日本空港ビルディング株式会社の出資により、エアビッグ株式会社が設立された、そこがエアビッグカメラを運営しているんだ。へぇ、そうなんだ。ちなみに、さっき霊夢が歌っていたように、ビッグカメラは CM でもおなじみだが、実は池袋東口店がオープンした頃、一風変わった宣伝をしていたんだよな。一風変わった宣伝？ 3 割、4割引きは当たり前、ここが安さのビッグカメラー。うわ、急に叫んでどうしたの？まさかこれが一風変わった宣伝？ああ、今私が言ったフレーズを当時の名物店員が絶叫しながら宣伝していたんだ。しかもその名物店員は激安マンというスーパーマンのようなキャラの格好をしていた。何その宣伝方法、面白すぎるんですけど。あと、当時は激安を売りにしていたのね。インパクトは相当あっただろうな。家電量販店大手のビッグカメラだが、2006年、中古パソコンなどの買い取りに強い株式会社ソフマップを連結子会社化した。ソフマップも有名企業だけど、ビッグカメラの子会社なのか。実際、ビッグカメラの多くの店舗にはソフマップのカウンターも設けられている。中には、パソコンやゲームなどの中古販売を行っている店舗もあるんだ。へぇ、そうなんだ。また、ビッグカメラは拡大路線の一環で、大手家電量販店の株式会社小島との間で、資本業務提携契約を締結。2012年6月26日、小島の行う第三者割当増資により、3900万株を取得、50.6% の議決権を取得し、小島を連結子会社化した。小島もビッグカメラの子会社なのか、教えてくれてありがとう、マーリサ。いや、おばたのお兄さんのマーキノ、みたいに言われても、え、私は小島っていう有名な CM フレーズをもじったんだけど、なんだそっちか、ややこしいなぁもう。ビッグカメラといえば、駅前型の店舗が大きな特徴なのだが、郊外型店舗の小島を子会社化したことで、ヤマダ電機に次ぐ業界2位の規模になった。駅前型と郊外型を合わせ持つ巨大企業が誕生したのね。そんな業界2位のビッグカメラだが、一風変わったことも行っている。それが、ビッカメ娘、ビッグカメラの各店舗を擬人化したんだ。各店舗を擬人化、一体どういうことなの？2015年、ビッグカメラの水戸駅店を擬人化した、水戸タンが誕生。わら納豆のようなツインテールが特徴的で、水戸の PR 活動を行っている女の子だ。水戸タン超可愛いんですけど、茨城だからわら納豆がモチーフなのか。この手の話題は、霊夢が絶対食いつくと思ったんだよ。水戸タンの誕生をきっかけに、各店舗ごとに擬人化キャラが生まれていった。水戸タンだけでも可愛いのに、他にどんな娘がいるの？例えば、新宿東口店の新宿タンは、新宿の花のツツジを髪飾りにしている。難波店の難波タンは、髪飾りの形がたこ焼きになってるで。そう、ビッカメ娘は、ご当地キャラとしての魅力もあるのだ。
く。クオリティが高すぎる。っていうか、私もビッカメ娘に入りたい。霊夢探偵センターの座を奪い取るわよ。いや、店舗擬人化しているから、霊夢はビッカメ娘には入れないぞ。うわーん、ビッカメ娘に入る夢、破れたり。擬人化といえば、馬娘という競馬を擬人化したスマホゲームが有名だが、ビッカメ娘も素晴らしいクオリティだ。自分が住んでいる地域のビッカメ娘を探してみるのも面白いかもね。さて、再び真面目な話に戻るぞ。2022年6月2日、ビッグカメラは、家電などの専門知識を持つ販売員が管理職に就かなくても昇進できるという、新たな人事制度を9月から導入すると発表した。新たな人事制度？その名も、暮らし応援マイスター制度。ビッグカメラは従業員の約8割が、店舗に所属しているのだが、店長などの管理職は150から200人ほどしかいない。管理職の人ってそんなに少ないのか。そこで管理職を目指すのではなく、売り場で働きながら店長と同等の収入が得られる、いわば接客のプロを育成することとなった。暮らし応援マイスター制度はそのための人事制度というわけさ。店長と同等の収入が得られるの？専門知識を持つ販売員さんにとってはまさにうってつけの制度だわ。生活家電全般の知識を持つ販売員と、カメラ、時計、自転車など、いわゆる専門分野の知識を持つ販売員が、暮らし応援マイスター制度の対象となる。専門分野に詳しい人って、その道のオタクって感じがするもんね。保有する資格や販売実績に応じ、店長などの管理職と同等の給与を支給。暮らし応援マイスター制度は、2022年9月に導入されたが、5年間で販売員の約3割に適用するとのことだ。家電って販売員さんの知識が結構求められるし、そういう意味では良い人事制度かも。新たな試みは人事制度だけではないぞ。2022年、ビッグカメラグループの株式会社ビッグライフソリューションは、宅配水サービスに新規参入した。自社ブランドでプッハというウォーターサーバーを作ったんだ。プッハー、これが噂のプッハかー。ブランド名の通り、思わずプッハーって言いたくなるわ。おいおい、勝手に休憩してるけど、まだ説明は終わってないぞ。だってこのお水美味しいんだもん。マリサも一杯いかが？ではお言葉に甘えて、ごくり、プッハー。実は、このプッハーを立ち上げるにあたって、山梨県富士吉田市に、総工費約26億円かけて、採水工場が建設されたんだ。総工費約26億円。工場は延べ床面積8361平方メートルで、9.5 リットルの宅配水用ボトルを、月間80万本生産できる。富士吉田市とは、地下水活用事業における地域市民の雇用などの協定も結んでいるんだ。随分大規模な採水工場なのね。そんな採水工場によって、地下200メートルから汲み上げた富士山の天然水を使用。プッハのウォーターサーバーはマットホワイトとマットブラックの2色展開で、水温は90度、80度、70度、弱冷、冷水の5段階から選べるぞ。富士山の天然水を使っているのか、道理で美味しいわけだ。でも、利用料金はお高いんでしょ？利用料金は宅配される水の代金のみで、天然水1箱3350円だ。入会金や月額利用料はかからないのね。ただし、申し込み3年未満での解約は、14300円の手数料がかかる。ちなみに、利用特典として、支払い額に応じてビッグポイントが貯まるぞ。へぇ、ビッグポイントも貯まるのか。こういうところは家電量販店って感じね。そんな新サービスのプッハは、ビッグカメラや小島の店舗及び、ビッグカメラの公式ホームページにて、2022年9月1日より申し込み受付が開始されたんだ。そもそもなんでビッグカメラは、約26億円もかけて工場を建設してまで、宅配水サービスに参入したの？2022年9月1日、ビッグカメラの社長に就任した秋穂徹氏は、既存事業の進化と深掘りと、新規事業の展開を戦略として打ち出した。そして、宅配水サービスについては、リカーリングサービスの新事業として展開する。リカーリングサービス？聞き慣れない言葉だわ。リカーリングとは、継続的に収益を得ることを目的としたビジネスモデルだ。実は、ビッグカメラは、家電小売市場が10年近く横ばいで、消費ニーズの変化やコロちゃんの影響もあり、収益構造の変革の必要性に迫られていた。だから宅配水サービスに新規参入したの？そういうことだ。もともとビッグカメラはリカーリングサービスとして、子会社のソフマップのデジタル製品のサービスサポートや修理を行っている。では、なぜ水を新たな事業に選んだかというと、水は暮らしに欠かせない存在だからだ。確かに、水は生活必需品ではあるけど、
そんな生活必需品である水を美味しく手頃な価格で提供し、人々の暮らしを応援する、それこそがビッグカメラの狙いなのさ。実際、宅配水の市場規模は拡大し続けており、2021年の市場規模は1816億円とのことだ。なるほど、市場規模が拡大しているとなれば、宅配水サービスに参入するのも納得だわ。また、ビッグカメラには各店舗に販売員がいるので、お客さんとリアルの場で接点を持てるのも大きなメリットと言える。宅配水事業についてビッグカメラは5年以内に黒字化するとした。うまくいくかどうか見ものね。新たな人事制度や新事業について見てきたけど、肝心の業績が気になるわ。では、それについて詳しく見ていこう。2023年1月11日、ビッグカメラは2022年9月から11月期の連結決算を発表。その結果、純利益は前年同期比 46.7% 減の6億4500万円となってしまった。純利益 47% 減少、マリサが冒頭で言っていたのがまさにこれか。売上高は前年同期比 7.4% 増の1921億6000万円。営業利益は前年同期比 31.5% 減の14億9900万円。経常利益は前年同期比 34.2% 減の19億5300万円。ビッグカメラ本体は堅調だったが、都心部に人流が戻ったことで、郊外店が多い小島の業績が振るわなかった。ほう、なるほど。また、冷蔵庫などあらりの高い一部商品で、新型の発売が遅れ、宅配水サービスも赤字。さらに、新たな人事制度の導入により、人件費が膨らんだことも、利益減少の要因と言える。宅配水サービス赤字なの、5年以内に黒字化するって言ってなかったっけ？商品の発売遅れだったり、人件費が膨らんだり、何かと問題が多かったのね。物品販売事業の売上高を見てみると、前年同期比 7.6% 増の1889億1200万円。経常利益は前年同期比 39.9% 減の12億8900万円。テレビ、パソコン、冷蔵庫などの売上は落ちたが、ゲームは前年同期比 58.3% 増の127億5500万円と大きく伸びた。ゲームの売上、絶好調じゃん。ポケットモンスターソードシールドやスプラトゥーン3など、ニンテンドースイッチの人気作の影響も大きかったようだ。なんたって超有名ソフトだもんね。2023年8月期の売上高に関しては、前期比 3.9% 増の8235億円。営業利益は前年同期比 3.2% 減の173億円。経常利益は前年同期比 7.2% 減の193億円。いずれも従来予想を据え置いた感じだな。なるほど、よくわかったわ。それにしても、純利益 47% 減は衝撃的だな。ビッグカメラはどうなっちゃうのかしら？確かに、純利益は 47% も減少した。だが、その一方でインバウンド、いわゆる訪日外国人は回復傾向にあるんだ。そうなの。2023年4月6日、ビッグカメラはインバウンドが想定以上に好調だったことを受け、2023年8月期第2四半期の連結業績予想を上方修正した。ずるずる業績が下がるかと思いきや、まさかの上方修正。売上高は前回発表比 0.1% 増の4076億円。小島は前回予想を下回る見込みとなったが、ビッグカメラ本体はインバウンド売上が想定以上に好調。これは2022年10月に政府が実施した水際対策緩和による影響が大きいと見られている。コロちゃんに関する水際対策緩和が予想以上に効いたってことか。営業利益は前回発表比 5.8% 増の73億円。経常利益は前回発表比 5% 増の84億円。小島の売上減少に加え、利幅が比較的低いゲーム機や携帯電話の販売が伸びたことで製品構成が変化し、利益率が悪化した。あらま、悪化しちゃったの？売上総利益額が前回予想を下回ったものの、先ほども言ったように、ビッグカメラ本体が好調だったことで、各利益は予想を上回る見込み。親会社株式に帰属する当期純利益は前回発表比 50% 増の42億円となる見通しだ。当期純利益 50% 増、これまた随分増えたわね。当期純利益が大幅に増えた理由については、子会社のソフマップが業績回復し、繰延税金資産の計上で税金費用が減ったことによる影響が大きい。ほう、なるほど。また、2023年8月期通期の売上高は、前回発表比 0.8% 増の8300億円。
小島による巣ごもり需要などの反動減による影響が続くと予想したが、ビッグカメラ本体のインバウンド売上の回復により上方修正した。まさにインバウンド様々ね。営業利益は前回発表比 10.4% 減の155億円、経常利益は前回発表比 9.3% 減の175億円。親会社株式に帰属する当時純利益は前回予想と同じ78億円を見込んだ。あれ、営業利益と経常利益は下方修正してるわ。これはどうして？小島による売上高の減少や市場環境を踏まえた売上総利益額の減少、さらにビッグカメラにおける店舗人員増加による固定費増、こうしたことを見込み営業利益と経常利益を下方修正したんだ。なるほど、そういうことか。新製品の発売遅れや宅配水サービスの赤字で純利益が 47% 減少したものの、インバウンドは想定以上に好調、小島による巣ごもり需要の反動減など、まだまだ課題はあるが、ビッグカメラの今後に期待するとしよう。純利益が 47% 減少したり、宅配水サービスが赤字、って聞いて驚いたけど、なんといっても業界に命棒だもんね。あと、私をビッカメ娘に入れてー。おいおい、まだ諦めてなかったのか。霊夢のチャレンジ精神はある意味尊敬するよ。みんなはビッグカメラについてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。